領土、主権展示館は、東京都千代田虎の門密井ビルディングに所在する、竹島及び尖閣諸島、北方領土等の領有権問題に関する博物館である。日本の領土と主権のうち、島根県沖郡沖の島城の竹島と沖縄県、石垣市の尖閣諸島、北海道の北方領土の主権問題についての国民世論の啓発、 国際社会に向けた発信の一環として、説明資料等を展示するために、日本国政府の内閣官房領土、主権対策企画調整室により、東京都千代田区日比谷公園の市政会館内にて2018年1月25日に開設された。2019年5月、同区霞が関の虎の門密井ビルディング1階への移転が発表された。 移転先の展示は2020年1月20日に報道陣に公開され、翌21日から一般公開となった。以前に比べて展示面積が約7倍になり、これまで少なかった北方領土の展示も大幅に増えている。また、移転前は原則として土日は休館日であったが、移転後は月曜休館となっている。竹島と尖閣諸島が歴史的にも 国際法上も日本の領土であることの根拠や韓国、中国及び台湾の主張に対する反論を説明するパネルや証拠資料を展示するほか政府が法と対話による問題解決を目指す立場にあることの説明などがある。すでに北海道の札幌市や市別町に常設展示施設があることから市政会館時代は北方領土問題に関する内容は ごくわずかであったが、虎ノ門ビルディングに移転してからは、北方領土についての展示も大幅に追加された。展示物以外に関連映像の上映、パソコンによる資料閲覧ができるようになっている。また英語、中国語版を含む竹島、尖閣問題等の関連パンフレットの配布も行っている。ありがとうございます。